おはようございます。お忙しい市長さんをはじめ代表の皆さん、ボランティアの皆さん、県外県内からこの町内の催しのために馳せ参じていただきまして、心からお礼申し上げます。ありがとうございます。今ほど実行委員長がお話しされましたが、全くその震災があって町内の皆さんは一致団結、普段になかなか見れなかった協力、助け合い、そういう姿が非常に私ども、あるいは外部の皆さんにも、松見町というのはよくまとまって素晴らしい町内なんだなというお話を私も耳にして、会長としては本当にこそばゆるい思いもしますけれども、とても嬉しゅうございます。やはり日頃町内でことの生演奏だとか、あるいは七夕祭りとか、そういう行事を通じてですね、町内の皆さんが融和し、そして助け合っている姿が、こういう震災の時にはっきり現れるということが、私は証明されたのじゃないかと思います。今日はその言うならば、普段我々が暮らしている集大成がこの広場に表されるのかなと思っております。ぜひ市長さんをはじめボランティアの皆さんから、またこの様子を見てですね、いろいろ面でご指導をいただけたらとこう思います。今日来賓席に木村委員の院長先生が見られておられます。なぜ先生をお呼びしたのかという、その話をちょっとしましょう。地震が発生した時に先生は京都へご出張されていたんです。しかし奥様が、こんな非常時ですから病院を開けましょう、看護婦を詰めましょう、薬剤を開きましょう、当然ご主人との電話のやり取りがあったと思いますけれども、地域のために病院をですね、休みなのにオープンをしてくださった。そして怪我をしたりした人に対して治療していただいたり、そういう具体的な例がございました。心から町民としてですね、お礼申し上げたいと思います。これは今言われているように、山間地、あるいは、この田舎がお医者さんがいない、医療設備が、不備であるという中で、私ども松見町の所在地に先生のような方がいてくださるというのは、それこそ柏家が掲げている安心安全の町の代表的な例じゃないかと思っております。そして震災にもかかわらず急遽そういう行動を取っていただいた奥様はじめ、先生に感謝申し上げたいと、こういう気持ちでございます。